どうも皆さんこんにちは、バイヤーでございます。今日はこのクリップレンズをね、実際に使って新宿の街の写真を撮っていきたいと思います。見てくださいよ、いいねが増えるって書いてあるんで、実際にこの写真をね、私のインスタグラムアカウントにポストしてね、みんながいいねしてくれるか実験してみたいと思います。あのアカウントはね、下の概要欄説明文のところにありますので、そちらからね、皆さんもよろしければあのご覧ください。魚眼とマクロと広角か、3種類あるんですね。クリップ状になっているので iPhone のレンズにパチンって挟むだけで OK でございます。ちなみにこの状態だとマクロ、こっちが魚眼で、あとワイドでございます。これをね、マウントにこうやってレンズをひねると外れるので、ネジを回す感覚でくるくると回してつけてあげると、もう装着 OK。 これで魚眼になってます。ノーマルの状態の iPhone のレンズの画角はこんな感じですが、魚眼にするとドン、ほら一気に広くなって、都庁が全部入るようになったでしょ。私の顔も半分入ってる、すごいですね。お花でございます。ここはやっぱりマクロでいこうかな。あえてね、桜を魚眼レンズっていうのも面白いかもしれないので、やってみましょう。レンズが手に入るだけで撮影の雰囲気というかね、撮れる写真の幅が広がりますからね、画前やる気が出ますね。今ね、アプリでフィルターとかすごい優秀だから、後から雰囲気を変えるっていうのはできるんだけど、魚眼みたいにワイドで撮ったりとかマクロで寄るっていうのはレンズの光学的な性能ですから、デジタルデータとしてね、操作するだけではね、どうにもならないのでね、こういうクリップレンズとかを使うね、価値があると思いますよ。こんな感じで僕の前にはこうデーンと巨大なビルがあるんですが、こういうビルもこのレンズを使えば、ほら全部画角に収まってるのが分かりますか。そんなわけでですね、今新宿の名所、このねラブスタチューにやってきました。はい、というわけでございまして、今日はねこのクリップレンズを使ってですね、新宿の街を撮影してきました。実際に撮った映像はですね、私のインスタグラムのアカウントにもポストしてますので、そこをご覧いただければこんな写真が撮れるというのがお分かりいただけると思います。使い方挟むだけで本当にとっても簡単なので、 iPhone の標準レンズでは撮れないちょっと面白い写真を撮ってみたいなという方におすすめです。ぜひアップワークストアでご購入ください。バイヤー。